ひな祭りということで桃のカルピス寒天ゼリー完成しました、ちょっと色がね全部白桃でやっちゃったので見づらいんですけど、この下が桃のカルピスを使った寒天ゼリーで、上にこうキラキラするようにこのクラッシュゼリーが乗ってます。それで飾りは桃の缶詰を乗せてあります。やっぱ黄色いのも買ってきてもらったらよかったかな、さあ今日のおやつは桃のゼリーだ。あらおばちゃんに見せに行くか。めちゃおいでおひなさん。はい。はい。はい、じゃあ三人でまず撮るよ。はい。はい。いいですか。はい。行きますよ。はい。はい。お母さんの方向いてね。ピース。ピース。はい、ポーズ、はい、ポーズ、ツー、ポン、ニコー、はい、ポーズ、こいてみんなくなっちゃった。チャムやる？チャム行きたいって。チャム入るかしたらね。はい、うん、ここに、ここに入れて。はい、オッケーオッケー。ちょっとよ、はい、戻って。はい、みーちゃんおいで。はい、みーちゃん真ん中。やったー。うん、みーちゃん真ん中おいで。ダメです。はい、はい、すごい。はい。はい、こっち見てよ。はい、ポーズー。ポーズして、みーちゃんポーズ、ポーズ、イエイ、ポーズ、ポーズ、やったい。はい、いただきます。Thank you.
は嫌だ。まさかの桃は嫌だ。あ、兄ちゃん参上。桃もない中に。兄ちゃんから。まさかの桃が嫌だ。ペリーは好き。あ、あった。え、これ兄ちゃん食べたやつだよ。こっち食べな。ペリーは桃が好きなの。あ、高くやったらペリーは食べてる。いや、桃が好き。あれ、あれ、こういう、こういうのってもう嫌なってんだよ。ごちそうさまでした。バッチン。